情したメスの愛液の匂いがケントの鼻先まで届き、彼女が本気汁を出していることが分かった。やがてアンナの体がビクビクと震え始める。同時にメガネもアンナの喉奥へと放出する。中層が深いところで止まる。ようやく喉からずるっと高ぶりを引き抜かれた彼女はゲホゲホと咳込みながら精液を吐き出す。生臭い匂いがケントの鼻先まで漂ってくる。シーツのシワを伸ばすように丁寧に、白濁のひとしずくすら残さぬよう舐め取ったアンナの頭をメガネはいい子いい子と撫でた。ボイズハート放送局、おなほー、月森ねねです。トイズリはピン芸人の南川です。大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきます。業界初の官能小説の朗読をするラジオとして皆さんにお届けしているこの番組、本日お届けしている作品は紅文庫みゆきみゆき著怪我したい彼女です。続きは番組後半でお届けしますのでお楽しみに。はい、ということで今年も始まってもう2回目、はい、2回目でございますね。まだまだこう年末年始引きずってる中でございますけれども、はい、そろそろね、はい、学校であったりとかで、ね、うん、もう始まるような時期でございます。そうですね、はい、ねねちゃんどうですか、お年玉あげましたか。うん、あげる相手がいない。ない、ね、むしろ欲しいですね。先週も言いましたけど欲しい欲しい。なんで欲しいの。いや嬉しいじゃないですか、何歳になってもお年玉って。そりゃそうね、そりゃそうやけど確かに、だからこうどんどん上げていかない。僕なんてやっぱりさ、はい、この姪っ子とか、うんうん、で自分の息子とかそうですね、上げないといけないですし、うんうん、でお年玉 さ、はい、さマックスどれぐらいまでいった、そのね幼き頃。なんかうち半額ぐらい取られるんですよ両親に。でしかもそれが最終的に私たちの貯金に入ったのか、うん、本人は入れてるよって言ってたんですけど、うん、ちょっと謎ですよね。あ、これは事務所やん。なんかちょっと何割か、そう、取られる、そう、事務所と一緒ですね。事務所と一緒やね、これ、はい、親が事務所で、はい、管理されてるからね、コメントみたいな感じで。じゃあのでちょっとマックスでもそんなにもらえてないです。数万円で3万とか、まあ、だからそうね、例えば5万円もらっても2万5千円は持っていかれるわけだもんね。還元されてるんですか。おかしいよね、マージン取られるのおかしいよね。それをなんか、うん、あの進学の時の費用とかにするから、うん、まあまあ、とは言っていました。まあそうね、でも確かに親の立場もなってますから、そういう意味では確かにそうなんだよね、うん、確かに。でもさ、はい、あの僕は子供の頃、うん、おばあちゃんとかもらうじゃない、うん、いとこのおじさんとか、うん、でもその親からは もらえなかったのよ。あ、そうなんですか。そう、親はなんかくれなかったイメージがあるじゃね。で、ただ父親だけやっぱり普通にあげるのは面白くないから、はい、その本買えると。本やったらいくらでも何でも買ってやると。はい、ただあの1000円なんですよ。1000円で何冊でも OK ってことですよね。で、オーバーした分はお前が払えるとか。なんか子供心に、はい、いやでも本買えるの嬉しいみたいな感じで1000円握りしめて本屋行ってたんやけど、今考えると親父マジ安上がりやなと思って、はい、相当安上がりに済ましたなと思って。そうですね、南川家は1000円で本で、月森家はなんか何割か取られるというお年玉事情でしたね。そういうことでございます。でもまあ、はい、嬉しかったですけどね、その、まあ、そうですね、買えるのでね、嬉しい嬉しいでございますが、はい、はい、自分のお年玉代わりにトイズハート商品ぜひどうぞということで。確かにな、買って買って、確かに確かに、ぜひこれを機に、うん、トイズハート商品を手に取ってみてはいかがでしょうか。そうね、はい、はい、番組の実況や感想はハッシュタグトイズハート放送局でぜひお待ちしています。はい、はい、それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、
改めまして月森ねねです。南川です。はい、今回もお便りいただいたので紹介します。お便り、はい、お名前、うん、マイルドエイトさんからいただきました。マイルドエイトさん、マイエさんね、はい、マイエさんです、はい、どうも月森さん、うん、南川さん、うん、おなほおなほ、僕は子供の頃通販雑誌に載っていた下着モデルの写真に興奮をしていました、うん、あ、なるほど。当時は外国の方のモデルの方が、うん、下着をつけている写真だったのですが、はい、それがドンピシャだったのです。ほう、時は流れて僕にも息子子供ができました。いつか息子も同じ道をたどるのではと少し心配です。ほう、南川さんは子供のエロ英才教育についてはどのようにお考えですか？いや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 、ということで、なんで自分のようになったらダメなんですか、はい、いいじゃないですか、子供が生まれてね素晴らしいじゃない、うん、それで普通でしょ。だってその下着モデルに写真に興奮したんでしょ。全然あるでしょ、まあ、ちっちゃい頃だったらね、だって僕なんてやっぱその、うん、ダダーンでも全然ダダーンボヨヨンボヨヨンでも全然興奮できましたよ。知りません。ダダーンってとは知りません。あのね、子供の子、僕が子供の頃に、はい、あのね、水辺のところに急に、うんうん、あのプロレスラーみたいな女性が出てきて、はい、ダダーンボヨヨンボヨヨン、うん、ダダーンっていう CM があったんですよ。へー、何の CM なんですか。これはあの栄養ドリンクよね。栄養ドリンク、そうそうそう。それでもう結構一世を風靡してダッダーンって。そうなんですね。そう、これこれこれ、まあ、イメージ画像が、イメージ画像ね、イメージ画像でこれこれなんですよ。海外の方が出演される、海外の方で、もう今はね、海外になんかやられてると思うんですけど、うん、プロレスラーやったかな確か当時ね。そうそう、それでも全然興奮できたから、いくらでも子供なんて興奮できるんですよ、何やかんや言うて。確かに、もうそれは本能ですから、うん、やっぱね、教育なんてナンセンスよ。ね、これです。すごいでしょ、これ。いいよね。なんていうあれでしたっけ？アマゾン原産。ジオ競争。あ、ダダーンやったっけ？ダダン。あ、ピップなんや。これ皆さん本当ちょっと力ないなとか、あまり立ちが悪いなと思ったらダダダもね。まあでも心配する必要ないというか、ないないない、結局さ、子供なんて勝手にエロいのをやってくる、あの、なんていうの、自分探し当てるんやから、うん、それ変に隠さへん方がいいと思うんですよ。そうですね、俺は、僕はそう思う。縛り付けすぎると大人になった時に、そうそうそう、多分パーンってなっちゃうので。でも、はい、一番最初に見た、エッチな光景が、はい、後の生活に結構直結するっていうのは聞いたことありますよね、うんうん、誰か言ってたよね。そうなんですね。そうだから、その辺だけ、まあ、変なものにせんとさ。あ、そうですね。そう、もう普通でいいと思うね。まあでもね、下着の写真ぐらいは、下着モデルの写真ぐらいだったら、まあ、めちゃくちゃ健康的じゃないですか。健全素晴らしいじゃないです か、はい、だから僕も子供にはね、そのだからも、いろいろ、はい、あのなんかエッチな、結構ね、チンチンとかうんちとかすぐ言わせるから結構そのエロいっていうののハードルが低い家庭になっちゃってるのよ。あら、奥様はそれでも OK って感じなんですか。そうね、ちょっとどうにかしてくれって感じですか。なんか顔はしかめてる。あ、ちょっと考えるところが、眉間にシワはすごい寄ってるけど、なんか、はい、もう言うてもしゃあないなみたいな感じになってるから、まあ、そのあたりはね、あんまり隠しすぎるの良くないな。そうですね、絶対に。なんかやりすぎても良くない。やりすぎても良くない、絶対に。隠しすぎも良くないし、そう、目の前にさ、エロいのがいっぱいあるの、それもあかんしね。ほどほど、普通でいいと思います。そうですね、はい、普通に行きましょう、はい、ということで、ここからはですね、皆さんのお悩み、夜のお悩みを解決していくトイズハートクリニックをお届けします。いいです ね、今もちょっとね、トイズハートクリニック感ありましたが、皆さんお悩みありますか。はい、お悩みご紹介させていただきます。チンチンをでかくしたいところですかね。あ、どうかかな、お名前、元の、はい、モークアミさんからいただきました。はい、はい、僕はウェブ会議などちゃんとしなければいけない場面こそ、うん、エッチな気分になってしまいます。もちろん抑えるのですが、いつか限界を迎えてしまいそうで怖いです。限界を迎えるの。真面目な場面で性欲を抑えるにはどうしたらいいでしょうか。いや、これさ、はい、めっちゃいいメールというか、はい、これ新しい扉ですよね。ほう、だから要はズーム会議とか、うんうん、ウェブ会議で言ったら下半身見えないわけじゃない。まあそうですね、だいたいこうバストアップというか、そう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 、はい、じゃあさ、別に下裸でも全然バレないでしょ。まあ確かにそうですね。そうじゃないですか。はい、だからさ、まあ何や、だから今言い過ぎは言い過ぎやけど、オナニーしてるもよし、奥さんにね、ちょっと口でやってもらって。あ、なんかビデオみたいですね。なんかドキドキしちゃう、ね。そう、めっちゃドキドキするやん。ほんでさ、自分がさ、好きなさ、そのなんていうの、もしなんかオフィスでさ、はい、同僚でちょっと好きな人がいててさ、はい、でも何も声かけられないと、うん、ね、そういった場合にさ、でも一回さ、その人の喋りながらね、普通やったらありえないよ。
行くことできるんよ、マジで行くことできるんよ。ほう、なんとかなんとかさ、ちょっと一瞬ミュートにしてさ、みたいな。で画像だけで分からへんやん、多分そのみたいな感じになって、あれどうしましたとか言って、あそれちょ今なんかコーヒーこぼれちゃってとかって。ピク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 みたいなことがあるかもできるわけですよ。漫画とかみたいな世界、いやそうよ、夢のような世界ですよね。それを一回経験しちゃうとどうなの、そのなんていうの、なんか変な気持ちが抑えれるんじゃない。あ、一回やれと、一回やった方がいいですか、もちろん一回試してやった方がいいよ。賢者タイムもだからその女性と会う時はいつもムラムラしてるけど、うん、賢者タイムと会った時の自分も経験できるから、新たな経験ですよね。ちょっとね、どうバレないかが心配ですね。ムカつく部長とかおってさ、いろいろ普段怒られてるからさ、こうなんかいろいろ言われてる時にちょっとしこれるで。めっちゃキレられながら、でも俺怒られてすいませんすいませんとか言いながらしこってて、すいませんすいませんつって、なんかちょっとじゃあなんかこう、はい、お辞儀するからすいませんすいませんって、すいませんって言った時にうんってなってなんかどうした、あすいませんちょっとこぼれてとか言って、こぼれ何がこぼれたって言って、はい、それで成立するから、いやこれどんどんやっていこうよ、流行ると思うな。これ南川さんちょっと大興奮ですね今回。確かに俺もなんか打ち合わせあるやんか、スタッフさんの打ち合わせで、やっぱり最近リモートとかあるあるんですよ、あるんですよ、うん、あでも無理かな、さすがに。で牧雄さんとかってやりそう、あちょっとあ第三者巻き込んで、トモメンタルの牧雄さんは全然やるし、俺がこれ言ったら、うん、牧雄さんはなんで早く教えてくれなかったのさって言われる。もっと早く教えてよって言うかもしれない。じゃあちょっとこの回をぜひね、あのカモメンタル牧雄さんにちょっと聞いてくださいって言って、ね、いやこれどんどんやっていこう、はい、やっていきましょうということです。抑えなくていいです。はい、頑張れ元の奥上さん、ね、負けるな、はい、ミュートのタイミングだけ絶対間違えたな。本当ですね、はい、慎重にうっていう声は絶対に抑えてうっていう声は出ないかもしれないけど、はい、ということで、今回の診察は以上でございます。皆さんからいただいたお悩みに、うん、モニターに発射する可能性もあるもんな、はい、あそうですね、モニシャができるわけよ、モニシャモニシャやめるときはさ、やっぱモニシャしてさ、一回もうまたいでさ、机に足かけてモニシャするのもあるかもしれない。あっ、なんか白くなってるぞっていうのもあるかもしれない。どうなるんですか、その後のね、遮っていうことでもないんですね、はい、人間関係がちょっと心配になりますけれども、はいはい、ぜひあのお試しお試しあれ、モニシャモニシャやったよっていう人はメールください。あ、はい、来るかな、うん、皆さんからいただいたお悩みにですね、私たちが親身になって回答していきますので、ぜひお気軽に相談してみてください、はい、以上、デイズハートクリニックでした。健全な男の子を育成するトイズハート放送局、夜の場所を、このコーナーはソロライフあるあるを575にしたためて送ってもらうコーナーです。2人が気に入った投稿は殿堂入りをしていきます。年明けたくさんいただきましたので、ありがとうございます、はい、今回もいっぱい紹介できればと思います、はい、じゃあまずは南川さんからいきますか、はい、いやめちゃくちゃいい作品来てます、はい、お願いします、お名前、はい、欲しいもが欲しいもーさん、はい、ありがとうございます。本番に備えてたい練習数、普段は仰向け寝転び体勢でいたすのですが、いざ本番では様々な対応を行うことが想定されます。なので最近は立ち姿勢や膝立ち姿勢、お腹に向けて腰を動かすような G 方法を続けております。これで予習はバッチリ、あとは彼女を作るだけっていうことで、お、ありがとうございます。いいじゃない、27歳男性とかまだまだ若いじゃない、27歳ですから。だからやっぱりね、いろんな確かに形をやっておかないと、うん、あね、やっぱ本番で ね、まあ、まあ ね、いかに童貞じゃないっていうのがバレるかっていうのはやっぱりやらないといけませんからね、はい、なかなかできないですよ。いやそうですね、でもトイズハートの商品がお役に立てているのであれば、そうね、はい、やっぱりこう布団と布団の間にね、はい、おなほを挟んで、はい、こういろんなパターンできますから、うん、ねえ、そうですね、素晴らしいと思います、はい、ありがとうございます。では続きまして、お名前、うん、卵大好きさんからいただきました、うん、3本立てです。彼女見てこたつの中でチンコ立つ、使用済みティッシュの重さに雪を見る、寒いから
おなほをしっかり温めて、あー冬の三本立てを、ね、いただきました。素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。その使用済みティッシュの大きさに雪を、あ、雪を、雪みたいってことか。そうですね、そういうことだね、雪の、はい、そのボタン雪じゃないけど、ボテっとしたね、はい、まあ、個人的には一番最初の彼女を見て、うん、こたつの中でチンコたつがちょっと直球なのがいいなと思って、そうね、そうね、確かにね、はい、こたつの中パッて見たらやっぱ丸見えやったりするからね、そういうの見て立つ可能性もあるから、はい、素晴らしいね。ということでありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして私いきましょうか、はい、お名前来世朝顔さん、はい、ありがとうございます。コンボイと息子に名付けて自信持つ、いいなねねさんに聞かれると嫌われそうなので南川さんだけに聞こえるように小声で話しますね、はい、僕は包茎です。平常時は恥ずかしがり屋でしっかり顔を隠しています。しかし本気を出した時は立派に立ち胸を張りにっこりと口角を上げ威風堂々と少しピンクっぽい顔を見せつけることですそう、これまさにトランスフォームのごとき、しっかりとコムボイの伏線を回収したところで多分耳を澄まして、聞いていたねさんに僕のこと嫌いになっても包茎のことは嫌いにならないでくださいとのことです。はい、コンボイ、はい、やっぱり、ね、すごいたくましいですよね。自分のチンチンにコムボイって俺のコンボイ見てよって素晴らしいじゃないちょっと笑っちゃいますね。笑っちゃうで、ちっちゃかったらおもろいよねいやいや嫌いに ならないですよ。ならないよね。ならないですよ、ね、ならないですよ。みんな違ってみんないい。そうそうそう、いいんですよ。大きくなるわけですよ少しピンクっぽい少しピンクっぽいのよやっぱり、ね、今年もあの文才なんかね、うん、文章力あふれる来世朝顔さん、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、はい、では続きまして、うん、国道4545号線、しこしこさんから行きました。しこしこ青春の香りを嗅ぎつつ過ごす夜。ドラッグストアで見つけた高校生がよく買う、性感剤、うん、シーブリーズ、シーブリーズ、ね、気づけばカゴに入れていました。何、スポーツ少女もののビデオを見て青春を思い出したのは言うまでもありませんってこと。なるほどね、まあ、シーブリーズ鉄板ですよね。だってさ、やっぱりもうクラブしてましたから、はい、シーブリーズっていう、僕は高校の時男子校やったんですけど、はい、あの中学の時は共学やったんで、うん、なんか中学の時はちょっと色気づいて、そんななんか油取り紙とか、なんかちょっとその汗拭きシートとかやりだすやん。そうですね、やるやん、はい、当時俺らとか肌水とかね、うん、肌水とかをだからよう使っててみんな、はい、だからそれの匂いを嗅ぐとやっぱちょ あの時思い出すよ、ね、そうか、青春時代を、青春の部活の女子ジョバスジョバス思い出すな。あれジョバスちょっとあの強気な子が多いってね、そうそう、以前おっしゃってましたけれども、そうそうそう、強気な子が多いジョバス思い出すな、はい、ということで、はいはい、ぜひ皆さんもこの方法お試しあれ、はい、ありがとうございます、はい、では私、はい、お名前ポセイドンさん、ありがとうございます。クリックと上下の感覚一致する。初めての PC ゲーム、興奮してお話を進める中で気づけば竿を上下する感覚がクリックの感覚とシンクロなかなか両手で別のことをするのは難しいんだなと感じた10年前でした。なるほど、あ、でも分かりますね、これはクリックと上下を、なるほど、シンクロするわけ、確かにね、逆にはできないよね、バン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 と逆にはシンクロさせるもんね、確かに。そうか、10年前か、今はどうなんでしょうね、ポセイドンさん。そうね、もう慣れてきたかしら。慣れてきたしやっぱりこう、はい、ちょっとあの、ま、マウスも変わってきてるしね、ま、そうですね、うん、いろいろできるんじゃないでしょうか、はい、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、では最後にお名前恋するちゃんちゃんこちゃんさんからいただきました。戸を叩く風の音なり地となえる。ほう、外の音が気になっちゃうよ。なるほどね、なるほどね、なるほどね、あの、萎えちゃうか、戸を叩く風、あ、まあ確かにな、これはどうなんでしょう、男性的には。でも単純に、はい、その戸がさ、ポンと音鳴っちゃうと気が散るから、それ気はちっちゃいたくないよね。わかります、萎えるよ、血統どころじゃないと思う、結構萎える、萎えると思います、はい、しかも50歳でしょ、そうですね、はい、50歳やろ、血統しか萎えない、はい、強がってんな強がってる可能性あるぞ、おやおや、ちゃんちゃんこちゃんさん、ちゃんちゃんこ、まあ、まあでもちゃんちゃんこさんが言うにはね、はい、さあ、ありがとうございます、出揃いました、はい、いや俺はね、やっぱりコンボイ、コンボ行きます、うん、やっぱりね、やっぱりトランスフォーム、少しピンクっぽいっていう恥ずかしいところも言いながらね、はい、コンボイっていう自分のこのちょっと強気な部分、はい、うん、そう、正直な部分を名付けてるので、やっぱり来世は朝顔さん、ちょっといいでしょう、おしょ、では来世は朝顔さん、今回殿堂入りでございます、はい、ありがとうございます、2回目
ですかね。2回目、2回目の殿堂入りは初、2回目ぐらい、それこそ2回目、3回ぐらい、結構やってる。あ、そうなんや。俺結構、俺大好きで浅川さんに、多分好きなんやろな、多分。あ、ねえ、そうですね、はい、ありがとうございます。知らず知らずのうちにあげてます、ごめんなさい。後日ですね、うん、あの商品、とっておき商品をお送りしますので、お送りしますよ、はい、ぜひぜひ、お待ちくださいませ。はい、お願いします。こんな感じでソロライフあるあるを575にして送ってきてください。夜の場所のコーナーでした。ボイズハート放送局、ここでトイズハートからのお知らせです。本日は温泉浴場2をご紹介します。トイズハートの人気オナホール温泉浴場のコンセプトをもとに新素材を採用し、さらに重量感がアップしてより肉厚になったリッチモデルです。内部はゾリゾリ系刺激がしっかり楽しめるひだ山が高い構造を採用。さらに内部を進むとギュッと詰まった密着感も味わえます。一層際立つ鉱山系ポテヒダをお楽しみください。温泉浴場2から採用された人肌マテリアルは、うん、人肌に近づけつつもオイルブリードを抑えて、さらっともちっとした質感の新素材になっています。うん、さらに、工場では日々メンテナンスを行い、エッジの効いた複雑な造形を維持できるよう努めています、ということで、はい、制作の裏話を本日、はい、ね、いただきました。素晴らしいじゃないですか。はい、やっぱりメンテナンスが必要なんですよ。はい、やっぱりね、機械にしてもそうですし、ね、オナホにしてもそうですし、はい、皆さん努めていきましょう。はい、はい、ということで、温泉浴場2は通販サイト様およびお近くのショップ様でお買い求めいただけます。以上、トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局、じゃあそのままパンツも脱いで。アンナは頭をシーツにつけて尻を突き出した状態のまま両手をショーツの腰へ引っ掛けてスルスルと引き下ろしていった。引き下ろしたショーツとアンナの股間の間には透明な粘液がずーっと一筋つながっていた。茶髪がアンナの足を引く。ゼンナの体がベッドへ引き倒され仰向けに寝かされた。アンナちゃん、両手を上に上げて動いちゃダメだよ。逆らったら彼氏がどうなるかわかるよね。メガネが偉そうにそう言うとアンナはうなずいた。俺の存在自体がアンナちゃんの足かせになっているんだ。ケントは改めてそのことを自覚した。ボイズハート放送局、お届けしてきましたトイズハート放送局、エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。アーカイブ版では朗読の続きを聞ける完全版をお届けしています。こちらもぜひお楽しみください。本日お届けした朗読は紅文庫みゆきみゆき町怪我したい彼女でした。ぜひ皆さんもお手に取ってみてください。はい、ということでね、はい、来世は朝顔さんに殿堂、はい、入りになったということで、ありがとうございます。こちらの方でも、はい、トイズハートの商品をプレゼントしたいところでございますけれども、はい、結構何回目かなんでしょう。そうですね、多分2回目3回目だからやっぱオナホー、そうオナホールを、うん、そうなんですよ、送っていたんですよ、商品として。じゃあまたオナホール送ってくださいよ。いやでもたまにはちょっと、うん、たまにはオナホールじゃない大人のおもちゃでもいいかなと思って、うん、今回はですね、百戦錬磨シリーズのすぐ行かせダブルローターをダブルローター、はい、お送りしようかなと思います。確かにね、はい、両濡れこれ一本でございます。だから来世は朝顔さん の、はい、その方形の皮の部分に一個当ててねやっぱりいいじゃないね、それはやっぱり皮はやっぱり十分ね
やっぱ伸ばすのも大事ですけど、ローターを使っているといかがでしょうかということで、それは素晴らしいと思うよ、はい、シンプルで使いやすく高級感のある、うん、はい、ローターローターとダブルダブルで、はい、遠隔やもんね、遠隔ではないですね、遠隔じゃないか、はい、でも一人でやるにはちょうどいいですよね。そして多彩な12の振動パターン、そうか、12の振動パターンがあるということで2つあるから、はい、だからそうなんですよ、1箇所にそう当てられるので、乳首でチンチンと、まあ、なんかいろいろとね、あの開発するのも、うん、されるのもいいのではないかなと。いや素晴らしいよね、やっぱコンボですから、いろんなトランスフォームをしてください、ね、自分なりのトランスフォームをしていただければ、ね、はい、していただいていいかなと思います、はい、2022年も健康的な生活を、ね、だから、はい、今日はいろいろ私も、ね、はい、発明いたしましたけれども、やっぱりその要はウェブ会議オナニー、これはもう多分高齢化になると思うんですよマジで。で俺は今喋りながら思ったけど、はい、やってる人おると思うんだよ絶対に、絶対にやってる人いると思うんだよね、はい、でもまあバレへんしね、最高パターンよね。メーカーさん今度ちょっと、いや立つかな。いやなんかさ、はい、俺ウェブ会議って自分がやるときは基本的にもう質問攻めなんですよ。その、このエピソードとかありますかとか、こういうのどうですかとか言われるから結構集中しないといけないですけど、やっぱ会社のウェブ会議ってこの上司の人と誰かが喋って聞いとかなあかんっていう人いるでしょ。そん時なんか完璧にできるよね。絶対言ってるよね。すぐパッと見てさ、ちょっとなんかあれ今画面ミュートにしたってなったら、あ、オナニーしてるやろって俺やっぱ言いたいもんね。もうたまにさ AD の人とかがさ、こう一応こう、はい、なんか初期みたいな感じでさおるけどさ、急に画面パッて消えたりするからさ、おやお前オナニーしてるだろうそのパターンもあるかもしれへんからね。オナニーしてるのちゃうとすぐモニシャされる可能性モニシャはちょっと斬新になるね真っ白いのがあるかもしれませんので、2022はやっぱ1回は、うん、そのウェブオナニーちょっと皆さん1回試してほしいやん絶対やった方がいいと思う、はい、1回はやった方がいいと思う、ね、ぜひともお楽しみくださいと、はい、ということで、うん、はい、それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバイ。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。俺の存在自体がアンナちゃんの足かせになっているんだ。ケントは改めてそのことを自覚した。しかし彼の胸には後悔とはまた別の感情がにじみ出している。アンナが自分のためにここまで身を捧げている、その事実に対する不思議な喜びと優越感、高揚。君も相当な変態だね。好きな女の子が他の男にやられてるの見て興奮するなんて。じゃあこれからもっと興奮させてあげるからね。茶髪が自らの下着を脱ぎ、アンナを自分の腰の上にまたがらせる。瓶と天を向いたずぶとい高ぶりにはグロテスクな血管が浮き出ていた。アンナがゆっくりと茶髪の上に腰を下ろすと、蜜にあふれたメス穴は男のものをやすやすと飲み込んでいく。最後に腰をつかんでずんと採用まで貫かれ、アンナは背中を弓なりに反らせた。